後ろの車のライトでさ、めっちゃ逆光になっちゃってる。こうしたらいいんじゃない仲良しで、多分これが実態の例だと思う。で結構違うよね、そしたらスキルが落ちたんだよ、普段と。はい、山です。こんにちは、佐々木です。今日は今から僕の家にゴルフクラブ取りに行きます。僕が谷原で撮影します。動画編集キャンプの会場から青くんちの行き方を解説します。やだ、最近タクシー来んのマジで遅いんだよな。しかもさ、あいつは遅刻しない？遅刻する。そもそも遅いのに3、4分とか5分かかりますとか言い出して8分かかんない。手配までも時間かかるし。やっぱ車持った方がいいね。一緒に運転手雇う。うちはもういらないって結論だったから。一緒には一番不便だよ。使いたい時に使えない運転手が一番だるい。最近ダーツのコンサルつけたのよ。2、3年前から言ってたね。ちゃんとやりたいなって。バカ安かった。その人が店やってて、ビール2本おごったら教えてくれた。今日2本7位とか。俺もゴルフのコーチつけてんだけどさ、お金かかるわ。ゴルフに毎月60、70万かけてんじゃないかな。それはすごいな。1回ラウンドレッスン行くとやっぱ10万ぐらいかかるんだよね。これで負けたら最悪だな、ほんと。いつなのあれ。11月末、あと2週間ぐらい。大丈夫そうなの。いやーちょっとやばいね、ほんとギリギリの戦い。今斜めってるよ、すごい。ちょっと待ってね、自分たちで持つわ、それ。すごい、入ってんだね、ちゃんと。今自撮りボード撮ってんだけど、なんか仲良しだね、こうやって見る。思ったよ、近いもん。そもそもさ、経営者の趣味としてなんでゴルフはあんなに浸透したと思う？やっぱ過ごす時間が長いよね。だから別に他もそうか。まあ俺ら経営者若いイメージあるじゃん。だけど、まあ、本来経営者って結構中年以降のはずじゃん、うん、中年以降もやれるスポーツってゴルフぐらいなんじゃない？やれるっていうか、中年以降も成長し続けられるスポーツ。運動神経とか反射神経とかじゃないもんね。あとゴルフっていう競技そのものが経営者の性格に合ってると思う。なんか自分を突き詰めていくというか、なんか自分との戦いにずっと。で練習すれば練習するほど返ってくるし、やっぱ面白いなって思うよ、俺すごい。あとまあ清々しい気持ちになるよね。普段なんか夜まで仕事してたりするとさ、朝起きて自分と向き合ってる感じがねすごいいいよ。佐古くん多分ゴルフハマると思う。朝早起きだけだよな。朝早起き俺も嫌だけど意外と辛くないのよ。ゴルフやるか。ダーツも似てるとこないと。あーでもそうかもね。ダーツとゴルフは似てるね、確かに。できるもんね別にね、おじいちゃんになっても。あとボーリングとか。ボーリングもちょっと重いんじゃない、球が。そんなに激しい動きがない、かつ一人で完結する、かつ淡々と練習ができるみたいなもんって。あとコミュニケーション量が多いかもね、ゴルフは。一緒に長い時間いるし、カートに乗ったりとか仲良くなれるよね、すごい。このスケジュールの中でちゃんとゴルフのレッスン入れてんのすげえな。やばいよね、最近の俺のカレンダー本当に頭おかしいことになってる。最近 Google カレンダーの機能に気づいて、俺の Gmail を Google カレンダー内で検索すると、俺が予定がいつ待ってるか分かるの、共有してなくても。結構いろんな人にこのメールアドレスで検索して出てくるんで、いい感じに日程候補くださいって送ってると。検索すると出てくるってこと？ Google カレンダーの検索機能で検索すると誰でも出てくるんだよ。そうなの？こんなことある？まあ、そういう風に設定できるの。ああ、そういうことね。遠近法で大きく見れるの、顔が。あくまで遠近法。遠近法じゃない。後ろの車のライトでさ、めっちゃ逆光になってる。こうしたらいいんじゃない？仲良し。ポーカーも経営者結構ハマりがちだよね。交渉とかブラフとかそういうのは経営者向けなんだろうね。お酒飲みながらできるからね。 あとゴルフはやっぱ健康的だね。おっさんになれば健康も意識し始めるじゃん。そういうのがマッチしてるのかもしれないわ。対人スポーツだと、テニスとかだったらなんかちょっと気使うじゃん、先輩経営者。ゴルフとかだったら、まあ、相手のスコアが悪くて自分はスコアベストを狙うだけだから別にさ、こう気使ったりないじゃん。それも大きいかもね。でもゴルフは上下関係とか気にしなくていいよねみたいな文化が若干あるかもね。俺の周りだけかもしれないけど、ゴルフは平等みたいな、おごりおごられとかもなしみたいな。俺はでもそれがすごいいいなって思う。ゴリゴラレ関係緊張するもんな。男気じゃんけんできる中の経営者が一番楽しくない、一緒にいて。そうだね。青くん家に着きます。青くん家に着きました。これモザイクかかんの？モザイクなしじゃない。あ、こっちチャンネル撮ってんの？まだこれ撮ってるよ。ちょこちょこタイトルで決めてるんで、企画。この前撮ったの、一人ディズニー行けたら行くわで誰も来なかった。かわいそう。じゃあ本当にディズニー一人で行ったの？うん。そのためだけに？そう。え、誰かと行ってよ。で、それで撮ったらいいじゃん、一人のシーンも。いやいや、それバレた時にブランディング毀損するんじゃん。見られるもんな。意外とね、SNS って嘘バレるからね。結構インスタとかでも、青さんディズニー見かけましたみたいな来るから、うん、それでさ、女の子と一緒にいるの見られたりとかして、で動画で一人ディズニーとか上げてたら、できないじゃん、視聴者。俺がさ、こっちチャンネルやる理由ってさ、俺のダメなところを見せていくみたいな。ステータスは結構もう、行っちゃってるわけじゃん。医者です。稼いでます。みたいな。愛されポイントが少ないよねっていう発想から、ダメなところとか見せて、みんなから愛されるキャラクターになっていこうっていうコンセプトなのに、ぼっちキャラ演じてるだけで、実態はめっちゃ可愛いことをディズニー行ってましたってなるとさ、余計なんかマスに認められないよね。でも海外旅行行くとき、実際は林さんと仲いいんじゃないのって思ってるよ、みんな。331の構図になりますか？やべ、近づいたら勝手に鍵開くようになってるんだけど、行かないときあるんだよね。よいしょ。あ、もう出るの？遠近法で顔が大きく。遠近法じゃないって。定点カメラで撮ってる時ってさ、めっちゃカメラ映りは悪いの、レバンからとか。みんなそうだよね。自分で自撮りで撮る時が一番かっこよく見えるよ。実物と会うとだいぶなんかカメラの印象と違いますって言われることめっちゃ多い。それなんで？カメラの映り本当に上手い人上手いじゃん。レバンからのロケとかでたまに視聴者と会うじゃん。それ青さん全然違いますねみたいな。でもこれが実態の例だと思う。で結構違うよね。そしたらスキル獲得したんだよ、普段と。外カメが悪くなる補正かかる。あ、ブサイクに見えるってこと？そんなことないか。TikTok もめっちゃ映り悪くて全然違う。で俺見ててもあれこんなにブサイクだった。
ったっけって思う。 TikTok の視聴者もなんか実物全然違いますねっていう。カメラ質良くなりたいよね。女性ファンめっちゃできるんじゃない。四ツ谷ってどっち？四ツ谷は東新宿のさらに東。なんで四ツ谷まで行ってんの？ゴルフのシミュレーションで性能がいいところがあるから。シミュレーションとリアルって結構一致する？一致するところで一致しないところがあるから、まあ一致率が高いところに結構行ってるっていう。バグースとかにもあるじゃん。あれは微妙？バグースも結構いいよ。店舗によるけど、センサーが多いバグースはいい。ちんともの家あそこ。ちんともとあっくんち近いよね。うん、一見プライベートだったことないけど。なんでよ。ちんとも裏話なんだけど、住む候補のところにあおくんのとこも入ったんだけど、あおくんと同じところにしたら会っちゃうかもしれないからって変えたらしい。なんで？うちのマンションキーがないと別の階止まんないから相当遭遇率低いよ。昔はさ、こういう街並みも東京っぽくていいなとか思ってたんだけど、最近慣れちゃったね。昔歌舞伎歩いてるだけでウキウキワクワクしてたもん。そうか。いや、田舎出てきた時はそうだったよ。田舎からね。初めてキャバクラ行った時とかどうだった？うわ、もう緊張の方が強い。林さんに紹介するわみたいな感じでキャバクラ連れてかれたから、先輩に。林さんが先輩声かけて、先輩がまあおもろい若手いるから紹介しますみたいな感じだったから、めちゃくちゃ緊張してた。先輩たちにもうキャバクラマニュアルみたいなやつもらって、どういう風に立ち回らなきゃいけないのかみたいな。キャバクラマニュアルで言うと、最近リュウケンさんがカラオケの流儀みたいなの言って炎上してたね。ああ、そうだね。あれ受けるね。あれでカラオケマニュアル引用リツイートして、先輩とするときは先にしてはいけないっていうマナーを追加しようと思いますって言おうとしたら、さすがにって思って言われた。あれどう思った、あのカラオケの作法については？まあそれはそうでしょと思ったよ。先輩がとか若手がって言ったからちょっと変に炎上しただけで、誰かと一緒にカラオケ行くときは空気をもうねみたいな、それだけの話やな。あれで炎上するのちょっとびっくりしたけどね。よっぽどなんかみんな陰キャなんだなって思ったよ。そういうのが嫌だって思わないじゃん普通に。カラオケってそういうもんじゃん。みんなが知ってる曲をみんなで歌って盛り上がる方が俺は楽しいなって思うから、あんまりなんかこうそういう経験がないんじゃないみんな。まあコロナもあったしね。古い曲だろうがなんだろうが、さくらんぼとか歌ってみんなでスイスイってやってんのが楽しいなみたいな。スイスイやんないよ歌舞伎町以外。結構みんなで盛り上がるの俺好きだけどね。不思議なのがさ、熊本で2人に声かけられるじゃん。俺島根では4人ぐらいに声かけられたのね。おうおう、友達の結婚式だからってのもあると思うけど、うん、まあ属性が近いっていう。だけど新宿でマジで声かけられなくない？まあそうだね。新宿はでも後で見返したら佐古さんいたとかツイートされてる時はある。俺そういうのないんだよねマジで。なんで？わかんない。まあ、新宿は有名人多いからじゃない逆に。島根だったらあーってなんじゃん。見た目に特徴がないからかな。 T シャツ青って書いとこう。まあ、当然そういう承認欲求はあんまなかったんだけど、みんな声かけられるのよ最近。令和の虎とかはバズってるから、俺だけ声かけられないの結構嫌だなみたいな。じゃあ村上さんとか北原さんみたいに奇抜なクソにしてみたらいいんじゃない？遠近法で俺が前出ていてあげよっか。ほら、これが同じ。あと青くん声かけるまでもない速さで歩いてんじゃない？歩いてないもあるよね。タクシーでしょ。例えばそうだわ。行く場所もさ、キャバクラとかでキャバ嬢とかさすがに言わないじゃんっていうことじゃない？そろそろタクシー乗ろうかな俺。じゃあ四ツ谷まで行こう。青くんがゴルフレッスン受けてるとこを後ろでちゃちゃ入れるかい。いいけどね。我らオフィス戻ってもいいね。そんなわけで移動会でした。こういう動画撮ってるから後ろのチャンネル伸びないんだよ。じゃあお疲れ様です。はい。